LJL이 발전하기 위해서 좀 필요한 건 뭐라고 생각하시는지요? では、LJL が発展するためには、何が必要だと考えていますか？そうですね。女性ファンじゃないですか？次は。はい。女性ファンだと思います。많이 어려운 질문인데요. 네. 그래도 다음에는 여성 팬들이 더 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 여성 팬들이 더 필요하지 않을까라는 다른 생각이 듭니다. LCK는 이제 대부분 이제 한국 여성 팬들이 거의 80%, 50, 60% 정도 되는데, 그러면 일본은 좀 남성 팬들이 더 많은 건가요? ということは、LCK の場合は結構女性ファンの方が多いんですけれども、LJL は男性ファンの方が多いっていうことですか？会場に来てる人を見る限りだと、まあ LCK だと多分五分五分もしくは6、4ぐらいで女性が多いと思うんですけど、LJL だとまあ結構逆というか、まだ女性が来てる率の方がまだまだ低いかなっていうふうに感じてますね。예, 현장에 오고 있는 팬분들을 보면은 LCK 같은 경우에는 아마 그 5대5나 6대4로 좀 여성분들이 많아 보여요. 그런데 LJL은 그 일본 같은 경우에는 오히려 반대고요. 여성분이 예, 적은 것 같아요. 아, 그럼 이제 오랜 시간 동안 이제 호흡을 맞추고 있는 레볼사가 본인 봤을 때좀 어떤 사람인지 좀 궁금합니다. ではちょっと話が変わりますけれども、長いこと、レボルさんと一緒に中継をやってきていると思うんですけれども、彼はどんな人物なのかっていうのがちょっと気になってます。超マイペースです。マイペースですね。いや、長年一緒にやってますけど、僕でもたまにわかんないことありますからね。それぐらいなんか独特の世界観持ってますね、彼は。네, 정말 그 독특한 자기만의 세계가 있는 사람인 것 같아요. 사실 이제 그 인터뷰도 한번 나왔지만, 이제 선수도 얘기도 했었고, 일본 리그에서 좀 유망주, 어린 선수, 유망주라고 하는데, 유망주가 없다는 걸좀 지적을 많이 한 사람, 관계자들이 있거든요. 거기에 대해서 좀 어떤 생각을 갖고 있는지 궁금하네요. 예, 그래서 ですね, 저도 한국에 その 일본의 상황에 대해 일본은 有望株の選手があまりいないという指摘が結構あるんですけれども、その点についてはどう考えていらっしゃいますか？同じ意見です。ちょうど같은의견입니다。もう少し詳しくその辺聞かせていただけますか？もう少し詳しく。今、LCK が、入れ替え制がないリーグ上になるわけじゃないですか。で、その時に、要は2部リーグが各国あると思うんですよね。で、LGL も、おととしまでは2部リーグを確か行ってたんですけど、去年からちょっと、2部リーグを行わなくなったんですよね。フランチャイズ化したことによって。で、そこでの要は、トップ層はずっと競技シーン、要は試合があるので、競技シーンとしての実力がつくんですけど、そこに出れない人たちっていうのが、定期的に、競技というか、その競技シーンの戦いを行える環境がないというのが多分、理由なんじゃないかなと思います。LCK는 일단 승강전이 있었잖아요. 그리고 또 2부리그가 있잖아요. 근데 LJL 같은 경우에는 2부리그가 있었는데 작년부터 없어졌어요. 그게 그 프랜차이즈화가 돼가지고 없어진 거예요. 근데 그렇게 되고 나서 뭐 잘하는 탑층 사람들은 그 경기가 있기 때문에 실력을 키우는 그런 기회가 많아요. 그런데 그런 경기에 못 나오는 사람들 같은 경우에는 그 경기 환경이 없기 때문에 좀 유망주가 많이 없다라는 상황이 된것 같아요. 그러면 IG상이 생각하는 올 시즌 각 포지션별로 한 명씩 꼽는다면 누굴 꼽아주시겠어요? LJL이죠? 네, 스프링. 그래서 각 포지션에서 가장 잘한 선수 누구일까요? 나는 笑ってるんですか？わかいりや、ますだいか？たい、なんとな今、だく。いたい聞きたいのが分かりました。LJL のスプリングのスオールナンバーワンベストプレイヤーを決めてっそうていうです、そうでことす。でしょ？ポジションごとに、ポジションごとに LJL で、トップだと思う選手を挙げてくださいということです。
失礼。これね、よく言われるんですけど、難しいんですよね。あ、失礼。今のはできれば動画的にはカットしてほしい。ああ、ね。이런질문자주받는데요되게어려워요그래서이거는좀커트해주셨으면좋겠습니다알겠습니다그러면더어려운질문이있는데아이제좀뭐좀더難しい質問あるんですけどちょっとそっちに変えますと아はい分かりました이번시즌누가우승할것같은지예상좀아어느팀이네아ではちょっと質問を変えて아はい今シーズンズバリどのチームが優勝すると思いますか デトネーションフォーカスミー。ああ。そうです。理由としては、理由としては、今パッチが 10.6? 競技診断パッチが 10.6 で、最新のメタをやろうとしたのが DFM だったわけですよね。最新のメタとしては、まあ、ミートボットで作るのはもちろんあるわけですけど、戦国ゲーミングはそれに今固執してるかなという印象があります。で、今のメタっていうのはトップレーンのスプリットプッシュをいかに武器にできるかっていうのが、まあ、重要だと思っていて、僕がすごく感動したのが、まあ、ドラゴン X のドランが、瀬戸でスプリットプッシュしながら集団戦で活躍したっていうのがすごく印象に残ってて、それを一つ武器として持っていて、かつ、ミートボットでも作れるよっていう武器が2つある必要が、まあ、あるのかなと思ってて、それをデトネーションオカスミはチャレンジをしているけどうまくいかなかった。なのでそれがファイナルが、まあ、5月の3、4、3日と4日なんですけど、それを完成させてくるんじゃないかなと、オンエアコーチの元で。で、戦国ゲーミングは、後半戦から上がり調子になったのがミートボットでゲームを作っていたので、そこを今から変えたくないと思うんですよね。ファイナル直行なので。これがラウンド3で戦国ゲーミングがもう一度戦えるってなったんであれば、トップのスプリットプッシュメタも、多分視野には入れると思うし、ファイナルに向けて試せるっていうのもあるんですけど、そこまでのメンタルがあるのかはちょっと疑問なんですよね。後半戦一回もそういったことをやらなかったし、やった試合は失敗した。で、V3 スポーツに関しては、僕 V3 がかなり、拮抗したいい勝負をすると思ってます。ただ、V3 を上げなかった理由としては、コミュニケーションの問題がやっぱりどうしてもあるというのが、どうしても刺さるポイントですね。S 選手、ミッドの S 選手がすごく武器選手との連携が取れるっていうのは確かにあるんですけど、細かな部分で、やっぱり、あとは、ADC のアーチャーですか。この二人とのシナジーというかコミュニケーションの細かな部分での連携のミスっていうのが BO5 だとどうしても出てくる。そのミスが、高いレベルになればなるほど大きなミスとして広がっていく、まあスノーボールしていくと思うので、なのでデトネーションフォーカスミーが優勝するんじゃないかなと予測してます。で、一旦지금경기シーン에서는패치10.6? 그거를쓰고있어요근데그최신메타를쓰려고했는데잘안됐었던게 DFM 이고요그리고미드랑바텀라인에고집하고있는게생고크게이밍입니다지금상황이그렇게되어있고요근데그지금메타는그탑에스프리프시가메타라고생각합니다그저번에제가본경기중에그드래곤 X 의 도란선수가그세토로스프릿푸시해가지고활약한경기를봤어요네그게인상깊게봤고요그런그무기를가지고있으면서약간최신의메타를그미드랑바텀에서도승부를볼수있는네그런그무기를두개가지고있으면은좋을것같고그거를목표로하고있는게 DFM 같은데요근데그게잘안됐어요그도전을했지만잘안됐어요그렇지만그우리결승전이5월3일4일그때쯤에있을거예요예전되어있는데그때까지그
강현정 감독님께서 아마 그 팀을 완성시키고 이렇게 돌아오지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 그리고 그 생고크 게이밍 같은 경우에는요, 예, 시즌 후반전에서 그 아까도 말했지만 그 미드랑 바텀 라인에 주력을 해봤어요. 아마 그것을 바꾸기 싫어할 거예요. 그 혹시 만약에 그 라운드 3에서 그 뭐 만약에 그 생고크 게이밍이 그 경기가 있었다면 예, 아마 그 탑에 스프릿 푸시 같은 것도 그 시도를 할 수 있는 그런 기회가 있었을 텐데 그게 그 직행해버렸기 때문에 오히려 없어지면서 예, 그런 부분을 시도할 수 있는 멘탈을 가지고 있을지 조금 의문이 듭니다. 그리고 V3 같은 경우에는 사실 제 생각에는 그 V3가 좀 더 팽팽한 경기를 뭐 하지 않을까, 그러니까 좋은 승부가 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 하지만 그 V3가 가지고 있는 그 커뮤니케이션 문제, 네, 소통, 의사소통 문제가 좀 있기 때문에, 예, 그게 좀 관건인 것 같고요. 그리고 그 에이스 선수랑 그 미드 에이스 선수랑 그 정글의 부기 선수의 그런 뭐 연계 시너지 그런 예, 부분에 있어서 커뮤니케이션도 그렇고 그 약간 좀 사소한 부분이긴 하지만 그런 부분이 조금 힘들고요. 그리고 그 원디 아처 선수, 예, 아처 선수와의 시너지도 약간 좀 그런 실수 같은 것도 아마 그 다전제가 되면은 나오기 쉽지 않을까라는 생각이 들어요. 그 약간 경기 수준이 높아지면 높아질수록 그런 그 사소한 그 실수가 영향이 커지기 때문에 그래서 우승은 DFM이 하지 않을까라고 예상합니다. 지금 이제 한국 팬들 그러니까 커뮤니티 보면 이제 그 LJL 리그에 대해서 소개를 하는 글이 되게 많이 올라오고 있거든요. 이제 그 프랜차이즈 하면서 근데 이제 그 알지상이 이제 한국 팬들한테 일본 리그는 좀 어떤 매력이 있다는 걸 좀 소개를 좀 해줬으면 좋겠어요. 実は今、韓国の、ファンの人たちのコミュニティの間で、LJL の紹介をする、まあ、なんていうんですか、書き込みみたいなのが結構あるらしいんですよ。で、まあ、フランチャイズに関係して、特に多くなってるようなんですけれども、アイズさんの方から、その韓国のファンの皆さんに、日本のリーグはどんな魅力があるのかっていうのをちょっと紹介していただけませんか。そうですね。日本のリーグの魅力ですか、はい、日本のリーグの魅力でブランク選手って言ったら怒られますかね日本リーグの魅力だと하면서、ブランク選手が言ったらご하면은、혼날까요뭐、편하실대로。ご自由に楽に。そうですね。まあ、まだ発展途上なので、まあ、LCK を見てる人たちからするとレベルは低いかなというのはやっぱり感じるのは事実だと思いますけれども、その中でもまあ、切磋琢磨して、で、一番まあ、近しい LCK と、まあ、かなりコミュニケーションを密にとって、たくさん韓国人選手も来ますし、その中から、まあ、LCK は追ってじゃないですけど、成長していこうっていうのを必死に行っているリーグですね、魅力としては。はい。あとは、たまに突飛なチャンピオンも出るっていうのも、たくさんそういった選手が多いっていうのも魅力の一つかなと思います。ね。あとはそうですね、はい、一つだけいいですか、もう一つ。魅力としては、まあ、これはなかなか難しい。なんか魅力としては伝えるのは難しいかもしれないんですけど、まあ、コミュニティに伝えたいということで、日本の選手、プロ選手たちは、LCK のプロ選手になりたいという選手がすごく多いというか、目指してる選手が多いというか、例えば、まあ、今日フェイカーだったとか、だから今日俺はデフトになれたとか、そういうふうにその LCK の選手を目標にしてるというか憧れてる選手がすごく多いというのも日本のリーグ、日本人のプロ選手のまあ特徴なのかなと思いますね。
네, 아직까지는 일본이 그 발전 도중에 있어요. 예, 네, 그래서 그 편서에 LCK를 보고 계시는 한국 팬분들이 보기에는 약간 수준이 떨어지는, 예, 떨어진다고 생각하는, 뭐, 그런, 이건 거는 뭐, 네, 그런 것 같고요. 그렇지만, 그런 리그지만, 서로 실력을 닦으면서 뭔가, 이렇게 LCK 쪽하고 약간 커뮤니케이션을 많이 이렇게 취하면서, 그 한국인 선수도 많이 들어와 있고요. 그 LCK를 목표로 삼아서 성장하고 있는, 네, 그런 리그라고 생각하시면 될 것 같아요. 그리고 매력이라고 하면은, 네, 가끔씩 좀 특이한 챔프들이 나와요. 하이마 같은. 네. 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 그런 게 매력이지 않을까라고 생각합니다. 그리고 하나만 더, 네. 이것은 그 한국 그 커뮤니티 분들한테 전하고 싶은 얘기예요. 일본 프로 선수들 같은 경우에는 거의 대부분 선수들이 SCK에 출장하고 있는 프로 선수처럼 되고 싶다 목표로 하고 있는, 네, 그런 선수들이 많습니다. 예를 들어서 자기가 정말 플레이를 잘하면은 나 오늘 페이커가 됐다. 나 오늘 데프트가 됐다. 데프트처럼 플레이를 했다. 뭐 이런 식으로 이렇게 발언이 나올 수 있을 정도로 이렇게 뭔가 동경을 하고 있고요. 네, 일본 프로 선수들이 네, 그런 면이 있다는 게 특징이라고 생각합니다. 그러니까 이따 것도 베스트 멤버 言わなくていいんですか? 아까 그 AJ의 포지션별로 탑 선수 얘기 안 해도 돼요? 라고 물어보시는데 그러면 좀 돌려서 포지션별로 네. 가장 잘생긴 선수를 뽑아달라고 할 수 있나요? 잘생긴요? 네. 난스카 그게 아니라? 한사보 선수 됐어. 에서 そしたら ちょっと 変えて ですね 포지션別に 가장 가까운 선수를 挙げてもらえますか? 오, 나ほど 미토와 세로스 선수 yes, yes, yes. Mitoseros. Yes. ADC Yuhi? Support NT? NT. NT, NT, NT. All 日本人? 全員 日本人? 다 일본 사람이어야 돼요? 상관없어요. 관계ないです. 일단 장그라가 日本人いないもんね. 장그라가 일본 선수가 많지 않기 때문에. 장그라 블랑크. 장그라 블랑크. 블랑크. 토프. 아, 나프かな? 나프. 크레스트 게이밍 탑 선수, 나프 선수. 나프. 아, 저 하나만 또 물어볼겠는데. 이것도 이제 관계자, 이제 해설들 사이에서 나왔던 얘기거든요. 일본에, 네. 아까 지금 나는 얘기인데, 일본 선수 중에 이제 정글러가 없다는 얘기도 계속 나오고 있거든요. 그러니까, 국내 일본 선수 중에 정글러의 특별하게 잘하는 선수가 없어서 이제 좀 해외 선수가 많다는 얘기가 있는데 그거에 대해서 좀 어떻게 생각하는지 좀 되게 궁금하네요. すみません、ちょっと質問追加で出てきました。韓国の関係者の間でちょっと話が出てたことなんですけれども、日本にはそのジャングルの選手が日本人の選手があまりいないという、多くのチーム海外選手を置いてるっていうことなんですけれども、それについては相津さんどんのように考えてらっしゃいますか? そうなんですよ。そうなんですよね。そうなんですよ。多分歴史があって、まだまだリーグオブレジェンドが幼かった日本に、ゲームメイクをしてほしいというか、ゲームの理解度の高い、最初に韓国人選手をジャングラーとしてトップチームが起用したっていう流れがあって、 それ以降日本人が観光地選手に勝てないというジャングラーとして現状が続いたっていうのがまずその流れがずっと 13年ぐらい4年3年ぐらいかな3年ぐらい続いてるというのが現状ですね。で日本人ジャングラーとしてソロ級ではたくさん多分いるとは思うんですけど、やっぱりさっきも言った通り競技シーンには LJLは結果を求められるんで、そうなるとやっぱり日本人ジャングラーの選手はどうしても少なくなってしまう。 やっぱり2部リーグで日本人ジャングラーの選手を、試合
競技シーンとやっぱソロ級って別物だと思うので、そこで、まあ、経験を積める場所っていうのがないのが一番大きな要因なんじゃないかなと。あとは日本人は心がちょっと弱い部分もあるので、うん、やっぱりジャングラーのせいにされるじゃないですか。経験値吸った、ランク失敗したら怒られちゃうっていうのは LCK でもあると思うんで、そういうところもちょっと影響はあるんじゃないかなと思いますね。経験値吸って、そう、隠れて、うん、ミニオンの経験値をこう取って、うん、レベル上がって、うん、ガンクして失敗したら、まあ、怒られるじゃないけど、うんうんうん、そういうのがやっぱ、ソロ級だとある。うんうんうん、LCK でもそういう話は、試合の中でも、インタビューとかで言われてますね。うん。ミッドレーナー、何の試合だったかな？まあ、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。あ、いいですか？すいません。はい。하신말씀이다맞고요。で、그것에는、좀역사가있어요。아직、EJL이、좀、발전이、지금보다더안되어있었을때그게임을만들수있는그리고게임이해도가높은사람네그런사람을이렇게채용해가지고그리그팀을성장하게만들기위해서그한국선수를기용했어요네그게그정글선수를많이기용하게됐고그흐름이아직까지도이어지고있다는그런역사가있습니다한3년정도네그렇게계속되어있고요그리고그사실일본인정글러선수는솔로큐그솔로랭크같은경우에는많이있어요많이있는데역시 AJL 같은경우에는결과가중요하잖아요그래서그렇게되면은또한국인선수를팀들은채용하고싶죠그리고그이브리그가네지금없기때문에그아무래도그서로랭크랑그경기시즌을많이다르잖아요다른것이기때문에네그런경험을그쌓지못하는네그런부분이좀있는것같아요일본인선수가하나더일본인선수들은약간좀멘탈이약해요아 네아무래도그뭔가좀정글선수탓하는장면들이조금많이생기는편이잖아요 네, 네예를들어서그미니언경험치먹고그레벨올리고갱킹을했는데실패를하면은또혼나고막그런거를그 LCK 인터뷰에서도네그런게있었던거를본것같아요네그래서그일본인선수들약간그심적으로약간점이영향이있는것같아요팬들에게한마디하고끝내겠습니다아네자사이곤아네자사이곤이아노さっきも言ってたんですけれども何か言いたいことがあればここで言っていただいてあとは韓国のファンの皆さんにメッセージをお願いしますそうですねまあ今はちょっと世界が大変な状況なので皆様本当に体を大事にしてくださいというのと、LCK いつも楽しませてもらってます。日本語放送も僕キャスターとして、今 Twitch の方で日本語配信でやってるんですけど、ケイジさんに今年のドア玉インタビューをされて、どこが優勝するか、ダークホースかって言われた、ところが当たるのかはまだドキドキ、してるところですね。はい。まあ、LCK のコミュニティに一言、そうですね。早く追いついて、追い越せるような、リーグになれたらなと、思ってます。はい。まだまだ未熟ですけど頑張りますんで、応援よろしくお願いします。먼저、지금은세계적으로좀힘든상황이죠。그래서한국팬분들한테도、예몸조심하시라고네말씀드리고싶어요그리고그저도 LCK 를재밌게보고있어요그특히나저같은경우에는트위치에서그일본어반성캐스터로서 LCK 를보고있는데요네
그 사실 올해 초에 그 김영우 기자님께서 그 저한테 그 트위터 상에서 짧게 인터뷰를 하셨잖아요. 그 어떤 팀이 그 우승할 건지, 네, 그게 그 맞출 수 있을지 그게 아, 약간 두근두근 하면서 기다리고 있습니다. 네, 그리고 그 한국 커뮤니티한테 커뮤니티 분들한테 얘기하고 싶은 것은 그 저희 AJL이 빨리 LCK를 LCK를 쫓아가고 그 또 넘을 수 있도록 네, 그런 리그가 될 수 있도록 열심히 할 테니까 응원 많이 부탁드립니다.